こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカの現行の、最新シリーズのレンジファインダーデジタルカメラボディですね、ライカ M10 になっております。こちらライカ M10 ですけれども、現行ではですね、ライカ M10R とか M10P とかですね、M10 モノクロームとかいろんなシリーズが出てますけれども、これが一番最初の、無印のライカ M10 になっておりますね。有効画素数が2400万画素の、ブラッククロームボディになっております。はい。まあ、特徴としてはですね、このこれまでライカ M9 までのですね、ライカの M 型のデジタルはちょっと厚ぼったい感じで、こう厚みのあるですね、ちょっとずんぐりむっくりした、ボディだったんですけれども、この M10 からですね、すごく、この小型化に成功しまして、ライカのこれまでのですね、フィルムライカの M 型と同じぐらいの薄さになりましたね。 M3 とか M4 と同じ大きさになりました。はい。でもってこのフィルムだったら、このフィルムの巻き取りのですね、このダイヤルがあるところに、このイソ感度メモリーですね、イソ感度ダイヤルですね、これがつくようになりましたね。はい。まあ、背面の液晶もすごくですね、解像度が上がったりして、ボタンもシンプルになって使いやすいボディになったんですね。もちろん、画素数とかですね、この映像の解像力も上がりまして、非常に使い手のいいですね、ボディとなっておりますので、ぜひ、お早めにチェックしてください。今回はですね、非常に備品の個体ですね、すごく大事にお使いになられていたお客様から買い取ったものになりますので、もちろんですね、試写も何枚も行っておりまして、動作、外出感ともに両備品の答えとなっておりますので、ぜひお早めにチェックをお願いいたします。はい、いいですね、背面の液晶とかすごく綺麗ですね。液晶の傷すれなどももちろんありませんし、試写を行ってますけれども、動作の不具合とか、などは全く見られなかったですね。はい。それとご覧のようにですね、ブラッククロームですけれども、クロームボディはですね、使い込んでいくとですね、どうしてもこういう手に触る部分にくすみとかが出てきちゃうんですけれども、今回はそのくすみとか全く見られないですね。もちろん当たりへこみなんかも全く見られないです。ストラップの跡とかアイレットの削れも、見られませんし、このグリップのですね、劣化とか剥がれめくれももちろんないですね。ファインダーももちろん曇りカビとかゴミ尻の混入も見られないです。はい。縦ずれ、二次ズゾン縦ずれとかもないですね。底蓋にも、傷防止のフィルムが貼られたままですね。もちろん当たったりぶつけたり地面に置いてガリガリってやったりですね、落下して当たったりなんていう跡ももちろんないですね。はい。マウントも綺麗ですし、センサーにもですね、ホコリとか傷は全く見られなかったです。はい。ちゃんとですね、試写して画像も確認しておりますので、全く、心配いただかずに撮影にこのままご使用いただくことができますね。はい。付属品ですけれども、バッテリーですね。バッテリーが1個ついておりまして、はい。SD カードは、これテスト用ですので、別途お求めくださいませ。と、バッテリーチャージャーと、ケーブル類ですね。はい。全部ついてますね。はい。シガーソケット用と、海外で使うやつと、国内用ですね。それと未使用の、ストラップもついてますね。それとストラップとかチャージャーとかを、保管するためのこの袋ですね、ライカのロゴが入っております。これも全部ついてます。でもって、はい、こちら取説ですね。はい。俺が日本語はない
んですけれども、まあメニューも全て直感的に使えるようになってますので、マニュアルと国引きになることはないと思いますけれども、日本語のマニュアルが欲しい場合は、ライカのホームページから、ダウンロードすることができますので参考にしてみてください、はい、あとはこちらの中の箱ですね、ウレタンのついたこの中箱がついております。こちらにすっぽりと収めてお届けしますので、ショックとか傷から守ってお届けすることができますね。はい。それとこちらの、はい、正真正銘の元箱になっております。この箱もですね、こういう角とかですね、はい、傷がついたり潰れたりせずに綺麗なままですね。はい、シリアルも一致しておりますので、はい、正真正銘のですね、はい、元箱になっておりますね。はい、ということで元箱一式付きの両備品ライカの現行シリーズレンジファインダーデジタルカメラボディライカ M10 になっております。はい、動作も簡調で、はい、外観も備品の答えとなっておりますのでですね、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。